まずはこれまでのあらすじから。桐壺邸の第二皇子として生まれた光源氏。類稀な美貌に恵まれ、進化に下った後も、数々の女性遍歴を重ねています。光源氏17歳。五条にひっそり住まう夕顔と恋に落ち、逢瀬の最中、彼女は物のけに当てられ、亡くなってしまいます。光源氏は悲嘆に暮れ、幾日も伏せっていました。本日は、この後のイラスト役。では行ってみましょう。9月20日のほどにぞ、おこたり果てたまいて。糸、痛く、思いやせたまえれど。なかなか、いみじく、なまめかしくて。眺めがちに、目をのみなきたもう。見たて祭り、とがむる人もありて。おんもののけなんめり。など、言うもあり。武魂を召し入れて、のどやかなる夕暮れに。物語などしたまいて。なお、糸なん、怪しき。などて、その人と知られじとは、かくいたまえりしぞ。まことに、天のこなりとも。さばかりに思うおしらで。隔て玉石かばなん、つらかりし。と、の玉えば。などてか、深く隠し聞こえたもうことは、はべらん。いつのほどにてかは。なんならぬ女乗りを聞こえたまわん。はじめより怪しゅう覚えぬ様なりし、おんことなれば。うつつとも覚えずなんある、と、のたまいて。女学士も、さばかりにこそは、と、聞こえたまいながら。なおざりにこそ、紛らわし玉恨めとなん。浮きことに、おぼしたりし。と、聞こゆれば。
お疲れ様でした。まず単語や文法のチェックをしておきましょう。今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。夕顔を失った悲しみが少し癒えてきたようですが、ことあるごとに涙に暮れている光源氏。夕顔の次女であった右近を呼んで、夕顔がなぜ身分を隠していたのかを尋ねますが、夕顔は隠していたわけではなく、ただ光源氏との不安定な関係に戸惑っていたのだと、右近の口から語られます。今回のイラスト役は、途中でぶった切ってある感じがしたかと思います。実は、古文では、このように途切れなく、ずっと文が続く場合があります。特に、源氏物語などの王朝文学の場合は、会話は長いし、文はずっと続くし、しかも主語がない。もうどこから手をつけてよいのかわからなくなりますよね。ですが、対策はあります。まずは、単純接続のつながりかどうか、あるいは、鬼婆婆どものつながりかどうかで主語を見極めること。そして、敬語の種類や述語内容で、ある程度、主語を見抜くこと。加えて、重要古語や文法事項を確認することも重要。こういう速読は、毎日のトレーニングが鍵となりますよね。さあ、今回も、第4条、夕顔からのイラスト役でした。第1条、起立簿から、ここまでの再生リストは、説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら、日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。何かお気づきのことがあれば、コメントいただけたら嬉しいです。それではまた。